これ電話？うん、電話じゃないけど。さて、ちょっとつながらないです。ちょっと待ってくださいね。はい。はい、OK です。はい。ということで、皆様、こんにちは。今日はですね、クラシックピアニストの伊藤由紀子さん、今日はゲストにお迎えさせていただきまして、今からね、今日短時間ですけどね、まだトークライブということでお話しさせていただこうと思います。それでは伊藤様よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。伊藤さんね、はい、まあ、Facebook でね、つながってるんですけども、あの友達ちゃんとね、まだね、なんか多分長いと思うんですけど、こうちゃんとこうコミュニケーション取ったことなかったなと思ってね、そう思い返してみたら、そうですね、あのなんかちょっとサッカーのつながりで、そうですよね、そうですよ、お友達になっていただいてね、そうです。ちょっとあまりこう、共通の友達見てたら、なんか、こう、コアなサッカー仲間の方が非常に多くて。はい。そうなんです。コアな、ね、サッカー仲間がいまして、はい、サッカー好きなんですよね。なんかその。中田英寿さんが大好きで。ああ、なるほど。そうです。それでもうサッカー好きになって、はい。見に行ってました。はい、どっか特定のクラブをファンされてたんですか？あ、特定のファンっていうか、あのチームがあの、はい、ブンデスリーグ の, あのバイエルン・ミュンヘンが、はい、ああ、バイエルン？マジですか？ほんまもん、ほん5年ぐらい前ですけど、ほんまもんじゃないですか？今どうなんですか、バイエルン・ミュンヘンは強いんですかね？まあ、ねえ、いや、それはもうもちろんあ、そうだったんですね。そうなんですよ。森さん、あれですか、はい、どちらのチームを応援してらっしゃるんですか？もう私はずっとね、ガンバなんですよ。ガンバ大阪なんですよ。ずっとですか？はい、そうです。ずっとです。あ、すごいですね。まあね、それで、ね、宇佐美くんがね、バイエロン行ったじゃないですか。宇佐美、はい、行きましたね。いや、すごいな。そういうつながりがあったんだ。あ、そう。帰ってきちゃいました、宇佐美さんは。もう帰って、もう帰ってます、帰ってます。もちろん。そうですね。はい。そうなんです。はい。やっぱりね、まあでもすごいですよ、やっぱバイエルンでねされてたっていうのはね、バイエルンでされるってことはすごいと思いますね、やっぱりね。はい、ドイツ、フェイスブックこうバーっと見てたらね、はい、住んではったんですか、ドイツに。ドイツには5年ぐらい前に留学で、はい、行きまして、試験に行かったので、はい、向こうの学校に、はいはい、ハープの音楽院というところに、はい、それで、1年半ほどその子に住んで、はい、お仕事をしながら、はい、勉強してました。おー、なるほど、すごいですね。ほら、庭のね、庭の写真の貼ってあったじゃないですか、フェイスブックに。で、なんかドイツの、なんかドイツの、庭を思い出すみたいな感じだったかな、なんか。森さん、よく見てくださってますね。はい、もちろん。そうなんです、偶然びっくり、それを見たらそっくりで、大家さん の, ガーデンと、はい、パーティーをそこでよくしていただいて、はいはい、そうなんですよ、だからそこが大家さんのドイツのガーデンとそっくりでした。すごいですね。そう、 Facebook のはイタリアのガーデンでしたけど、はい、絵みたいな感じでしたけど、海外、そう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 、そうでしたね、偶然でしたね、そっくりでした。ああ、なるほど。一応ですね、私ね、ヤスさんで一応通ってますので、ヤスさんでお呼びください。お願いします。すいません。一応ね、皆様に軽く自己紹介していただいてるんですけども、よろしいですか、自己紹介していただいて。わかりました。今日はね、私、そばにいてますんで。
どうぞ、自己紹介していただいて。はい。長野県塩尻市在住の、はい、ピアノ講師と、あとプロピアニストを長野県の中で、主に中南新宿でしております、伊藤由紀子と申します。はい。はい。自分でもピアノコンサートを主催して、1年1回、飯田市というところと、塩尻市というところで、はい。主催しております。ああ、ほう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 。あ、そうなんですね。それもなんか中田秀俊さんが大好きで、はい、秀俊さんがテイクアクションの活動を、はい、プラスワンフットボールマッチという、はい、貧困の子どもたちのために世界 の、 はい、プラスワンフットボールマッチを横浜で見に行って、はい、スタジアムで、それでちょっとすごい感銘を受けて、で、はい、事務所のサニーサイドアップ事務所というところで中田秀俊さん本人に許可をいただいて、プラスワン、はいはい、はい、名称を貸していただいて、プラスワンコンサートというのを開催。で、はい、はい、で、環境問題と平和をテーマにして、はい、と曲で1曲ずつ考えて14曲ずつ毎年やってた、はい、それでピアノ演奏して、はい、はい、お客さんを呼んでという感じで自分で、2か所です。すごいじゃないですか。ありがとうございます。もう名前使ってはるってことだな、中田さんの許可をいただいて。そうですね。おお、すごい。なるほど。そうですか。ちょっとね、コメントがね、来てますんでね、読ませていただきます。カズカズさんから、ヤスさん、こんにちはと。ハッピーさんからも、こんにちはと。カズカズさんから、ユキコさん、はじめましてと。はじめまして。コメントいただきます。で、ピーローさんから、こんにちは、お疲れ様ですということでございます。はい、ありがとうございます。今、このね、最近のご時世、コロナがあったじゃないですか。そうです。どうですか、影響ありました？影響は皆さん、やっぱありありですよね。ああ。やっさんはどうですか？私ね、仕事がね、一応ね、これ、今日は会社の YouTube チャンネルからで発信させていただいてるんですけども、はい、介護系の仕事なんですよね。あ、はい。はい、介護系の仕事。はい。私はその、施設では働いてはないんですけど、あ、そうなんですか。まあ、高齢者さんのお宅に、まあ、介護用品ですよね。まあ、車椅子であるとか、杖であるとか、また家の中を工事とかね、まあ、そういう担当なんですが、こう、暇にはならなかったですね。どっちかと忙しくなりましたね。仕事的には。あ、そうなんですね。はい。今でもね、その忙しい状況がまだ続いてますかね。あ、そうなんですか。はい。それは、なんか、あ、大変ですね。また大変ですけど、需要があって。そうですね。それはそれでね、やっぱり気使うとこもありますしね。ああ、そうですね。本当に。はい。まあまあ、悪くはね、こう仕事がなくなって大変やっていうのはないんですけど。ああ、それならまだ、あれです。まだ伊藤さんはどうですか。やっぱり、はい、相変わらずほとんど同じように仕事をさせていただいて、はい、ピアノを教えるお仕事と、そうですよね。はい、ただピアノのやっぱ演奏の仕事がなくなっちゃいました。もうすべてなんだったら、はい、あとカラオケというか歌もやってるんで、はい、それでそのコンサートの歌のコンサートも。はい、もう端からなくなっちゃいましたね、すべて。いくつもあったんですけれど、2月頃から。あ、そうですか。まだついてますよね、当然。あ、まだね、なんか、そうです。だけど、やっさんのこの、はい、YouTube の番組が、はいはい、もう本当に久しぶりに皆さんの前で演奏させていただくっていう。ああ、なるほど。なるほど。嬉しい。なるほど。さっきね、ちらっとね、ちょっとピアノをね、聴かせていただいたんですけどね。いいですね、やっぱり。ありがとうございます。まあ、私、あんまりね、まあ、クラシック、そんなに詳しくないんですけど。そうですか。まあ、ドラマがあったじゃないですか。はい。のだめカンタービレの。あ、ありましたね、はい。あれがね、めっちゃ好きやってね。ああ、そうですか。そうなんです、そうなんですよ。毎回見てらっしゃいましたか？毎回見てました。ああ、そうや。はい。それで、はい、まあ、ちょろっと、まあ、興味を持ったというのか、
まあ、いろんな方のね、まあし、まあ、CD を聞いたりするようになったんですけども。そうなんですね。で、まあ、今回はね、私がリクエストさせていただいた曲で、はい、まあ、ラ・カンパネラ、ね、リストさんの作曲した曲なんですが、藤子ヘミングさん藤子ヘミングさんが弾いてたのがすごく素晴らしい。はい。ありましたよね、ありますよね。藤子ヘミングさんと、あと辻井伸行さんでしたっけ。あ、そうですね。はい、ね、まあ、まあ有名ところだと思うんですけど、そうですね、素晴らしい。このね、このお二人の弾かれてるバージョンっていうのが、はい、こうなんかすごいね、全然違うんですよね、なんか、こう表現の仕方が違うというのか。ね、同じ曲なのに、この弾き手によって、はい、まあ、これだけ差が出るんだなと。全く別の、はい、カンパネラですよね。全く、そうですね、全く違いますね。違いますね。うん、なんか、ま、前安さんが、はい、何年か前に藤子ヘミングさんの、はい、載せてましたね、演奏 YouTube の。ああ、そうそうそう、載せました。そうですよね。載せました。あ、だから、ファンなんだなと思って。そうなんですよね。あ、そうです。本も読みました、藤子さんの。私も買いました、はい、本。あ、そうなんですか。はい。よかったですね。あ、いいですね。よかったですね。そう、私も全然知らなくてね、はい、こう、まあ、YouTube でいろいろ検索して、まあ、ちょっといろいろ聞いてみたんですよ。うん、で、やっぱその2人かな、こう、やっぱ印象残ったんだね。それで、まあ、ぜひともう一回、こう、伊藤さんにも弾いてもらいたいなと思って。ありがとうございます。いや、すいません、もう、わがままな。お願いしてまして。はい、もう本当に難しい曲ですね。そうですよね。難しいですよね、あれって。そうです、難しいですね。ですよね。はい。パガニーニの、はい、はい、大練習曲の第3番という、はい、そうですね、その練習曲の第3番があって、もともとパガニーニが作曲、バイオリン協奏曲の第2番の、はい、テーマというかを使った、リストが使って作曲された曲なんですよね。はい、あ、そうなんですか。そうです。はい。パガニーニが作曲なんですか。もともとその、メロディーはそうです。パガニーニが作曲。パガニーニってあれですよね。バイオリンですよね。そうなんです。バイオリンの方ですね。そうですよね。リストがすごく尊敬してパガニーニのことを。はい。はい、そういうすごい曲を作るからかっこいいって言って、ピアノ版ですごくかっこいいく聴かせれる曲をリストが作りたいって言って、それで、ああ、なるほど。ああ、そういうことなんですね。ちょっと待ちましたね。コメントがね、入ってますんでね。はい、ボンさんから、こんにちは。ピアノ生演奏、楽しみです。で、ハッピーさんからも楽しみにと。カズカズさんから、演奏してくださるんですね。楽しみですと。で、ハッピーさんから、大好きな曲ですと。で、同じくハッピーさんからラ・カンパネラ YouTube の聴き比べも見たりしてますと。すごいですね、皆さんも。ね、知ってはるんですね。皆さん、やっぱり聞いてますね。皆さん、聞いてはりますね。聞いてますね。そうそう。パガニーニはね、私、バイオリンの、24のカプリースだったかな。なんかすごい24のカプリースでしたっけ。なんかバイオリンソナタの難しい曲がいっぱい入ってるのはね、知ってるんですけど、そのピアノマニアックですかね。うん、ちょっと、あ、わかんない、そうじゃないかもしれないですけど、すごいですね。今回ね、すごく難しそうな、一回ね、譜面も見たことあるんですけどね。そうなんですか。はい、なかなか難しそうな。あ、そうですか。はい。ちょっと見てみたいですね、譜面を。私も、ああ、なんかね、日本人の方だったら、はい、後藤みどりさんだったかな。後藤みどりさんとか、あとほら、パールマンでしたっけ、有名なバイオリンですよ。パールマン、あ、いますね。はい、ね、はい、まあ、有名な方がね、たくさんカバーされてたのは
まあ、カバーというかな、クラシックの曲。演奏されてた。演奏されてましたね。そうですね。もともとね、言ったかお伝えしたかは分からないんですけど、はい、まあ、ずっとギターやってましてね、私もね。やっさんギターされてるの私ずっとしてます。あ、知ってますか？ Facebook で、のっけで。もしかしたらね、Facebook でね、演奏してるとこもね、あげてたかもしれないんですけど。あ、そうですか。もしかするとね。はい。はい。あ、すごいですね。ギターなんてかっこいいですよね。で、ギターで、その結構ね、昔はね、こうヘビーな感じの演奏してたんですよ。ヘビー、まあ、ハードロックとかね、ヘビーメタルとか、まあ、その辺の。で、それで、そうこうクラシックにこう影響を受けたギタリストっていうのがおられて。あ、そうですか。はい、そうなんですよね。で、クラシックの曲をこう、ヘビーなギターで弾くと。え、そのクラシックの影響されたギタリストは誰なんですか？はい、まあ、外国人の方ですけど、まあ、イングベイ・マルムスティーンとかってわかりますかね？わからないですかね？聞いたことないですかね？覚えられない。ですね。難しくて。イングベイ・マルムスティーンってね、スウェーデンのね、北欧の方なんですけど。あ、そうですか。まあ、その方が、すごいこう、パガニーニとかね、まあ、そういうのに影響を受けてて。で、まあまあ、そこからね、知ったんですけどね。あ、そうなんですね。はい。まあまあ、そういうね、そういうつながりがあるとは、ちょっと、知りませんでした。パガニーニはすごい、かなりかっこいい、その曲もかっこいい曲だと思うんですけどね。はい。はい、かっこいいです、かっこいいです。ねえ。まあ、ものすごい有名な曲でね、まあなんか聞いたりしますけどね、テレビとかでもね、たまに、ラジオとかでも。あ、そうですか。はい、やっぱクラシックとかもいいですよね。そうですね。はい、ちょっと待ってもらっていいですか、伊藤さん。いいです。はい。ちょっとね、汗がめっちゃ出てきて。すいません、ちょっとお待ちください。ちょっとタオル持ってきます。あ、なんですか。はい。じゃ。あ、ごめんなさいね、すいません、恐れ入ります。ちょっとね、エアコン。ムシムシしてますか？暑いですか？大阪ムシムシしてます。そう、今日ね、雨がね、降ってたんでね。あ、雨降ってますよね。ちょっとすごい湿気があってね。はい。で、ちょっとエアコン切ってたんですよ。あ、それはちょっと。切ってたらなんかめちゃめちゃ汗かいてきて。すいませんでした。はい。ちょっとコメントを言います。やすさん、こんにちは。楽しみです。私もクラシックピアノを弾いてました。趣味程度ですが、ピアノを教えてました。書いてますね。今はしてませんが、ラッカンパネの音取りだけでも目がちょろちょろします。またコツコツ練習していました。ということですね。で、ハッピーさんからやすさんのヘビメタと。カズカズさんからも、やすさん、ロンゲ時代の時ですかね、と書いてます。ロンゲだったんですね、やすさん。そうです、ロン毛だったんですよ。多分ね、Facebook にも写真出してたんちゃうかなと思うんですけど。あ、そうですか。まあ、もしかしたら消してるかもしれないですけどね。え、なんか、イメージじゃなくて、全然。そうですね、よく言われます。そうですね。よく言われます。はい。だから何年前かな ?20 年ぐらい前になるのかな。あ、そうなんですか。そうですね、もう20年ぐらい前ですね。前ですね。まあ、20年はね、結構前ですよね、20年って言えば。どのぐらい伸ばされたんですか？あ、長さですか？はい。長さね、だから、肩下ぐらいですかね。肩下ってすごいですよね、結構。あ、そう、それぐらい。このぐらいですよね。はい、それぐらいです。すごい。その時、すごい。この時は何のお仕事をされてたんですか？その時ね、アルバイトしてましたね。アルバイトで、あ、そうなんです。アルバイトです。アルバイトです。それはい。まあ、ね、社員は多分無理だったと思いますけどね、アルバイトなら大丈夫でした。
アルバイトなら大丈夫ですよね。アルバイトなら大丈夫でした。はい。はい。懐かしい思い出です。あの本当ね、テンパなんでね、結構大変だったんですよね、髪の毛もね。え、テンパなんですか？テンパなんですよ。もうね、伸びるとね、はい、うねうねして、で、特に雨の日はね、もっと大変なことになってね。わ、はい、かります。もう多分ね、もう一生伸ばすことはないですね、もう。あ、そうですか。でね、結構ね、髪の毛も染めてたし。え、で、ね、染めてたんですか？染めてましたよ、もう。もっともっとこう。何色染めてたんですか？チャーキンぐらいですかね。チャーキンですか？はい、チャーキンですね。いいですね、チャーキンですね。チャーキンですね。チャーキンは、私、あれですね、はい、やっぱり20年ぐらい前に、はい。チャーキン、あ、金はないですね。金はないですか。金に近いチャーはやってましたね。なるほど。そしたらね、髪の毛痛むんですよね、髪の毛がね。痛みます、はい。私、痛むっていう感覚が分からなくて、初めて知ったんですよ。あ、これが髪の毛が痛んでるのかって。もう、なんかね、ほら、髪の毛痛むときのあるじゃないですか、髪の毛につけるのが。トリートメント、はい、トリートメントですか。トリートメントもしましたしね。はい。もう本当に。ケアをやってたんです。されてたんですね。ケアをちゃんと。はい、あ、それしました、しました。しないとね、もう櫛が通らないんですよね、もう。櫛通らないですよね。櫛通らないんですよ、もう髪の毛に。そうですね。そうそうそう。男の方なのにすごいですね。ちゃんとケアされてて。あ、そうですか。そうです。もうあの時のね、もうそれがすごいトラウマになって、はい、もう絶対伸ばさないですね、もう髪の毛は。伸ばせないですかね。そのまあ伸ばすこともできないと思いますけどね、もう。そうですね。そうなんですよ。お仕事がそうですよね。そうです。で、ちょっとコメントを言いましょうか。はい。どこまでいったかな。ハッピーさん、もしかしてピアノよりバイオリンの方が弾きやすい曲なのかなとありますけど、これは何の曲かな。で、ヨーコハコさんから、コシコヘミングさん、辻井さん、コンサートで聴きましたが、どちらも感動的でした。ピアノ演奏を聴けるのとても楽しみですと。で、ライトニングさん、こんにちは、お邪魔しますと。ハッピーさんから、 YouTube で漁師さんのラカンパネラも聞いたことあります。何ですかね、漁師さんのラカンパネラって。漁師さんですか。漁師さんですね。漁師さんですか。漁師、あの海で魚取る人です。あの YouTube で漁師さんの載ってましたよね。いや、それ見てないですね。どんなんやろ。私聞いてないですけど、漁師さんのラカンパネラってありました。あ、見ました。あのページっていうか、その、あ、そうなんですか。はい。何やろ。ママあっち。ごめんなさいね、ちょっと子供がいてます。すごいですね、漁師さんが。漁師さんのラカンパネラ。で、ボーンさんから、ピアノ全然弾けないし、上、ごめんなさいね。ボンさん、ピアノ全然弾けないし、曲も知らないんですが、聴くのは好きなので、YouTube もいくつかチャンネル登録して楽しんでますよ。ヨコさんから、ハッピーさん、こんにちは。私も漁師さんのラーカンパネラ聴いてます。さんまさんのテレビ番組にも今年出てましたよ。と。何漁師さんのカンパネラって。カズカさん、雨の日は爆発だ。と。髪の毛のことですね。髪の毛のことですね。あります。と。で、ハッピーさん、ヨーカコさん、今年も、私が見たのは少し古いものでした。漁師さんが見てないですね。何やね、漁師さんです。漁師さんがピアノ弾かれるって、なかなかいないですよね。できないですよね。なかなかいないですよね。聞いたことないですね、そんな。そうですね。かなりテクニックがないと、カンパネラは弾けないんで、すごいですね。ないですよね。で、ハッピーさんから、ヤスさんの声はヘビメタより声楽家。声楽家ですか。なるほど。声楽家か。
ヨコさん、ハッピーさん、さんまさんのあなたの夢叶えますで、あの方、徳永さんという方で、藤子ヘミングさんにご対面して演奏したのですよ。とで、ヨコさん、ヨコさんから、漁師さん、ノリの漁師さんで、いきなりラーカンパネラを練習されて弾いてる方です。結構すごい有名になってますよって聞いてますね。有名な方ですね。有名な方なんですかね。ね、知らなかったですね。ちょっと見てみましょうかね、またね、後でね。聞いてみたいですね。福さん、YouTube 見られるんですか？私、YouTube、そうですね。あの聞いてます、YouTube 見たら。ああ、ほんまですか？ラッカンパネラの、はい、比べっていうのを見たんですけど、はい、なんですけど、あの私が本当は聞きたかったのは聴き比べっていうのが、はい、あのラフマインドの、ピアノ協奏曲の第2番っていうのが私一番好きな曲で、はい、その、 あのクライマックスのエンディング聴き比べっていうのがあって、はい、もう本当にもう楽しんで、あ、一人一人全部違う弾き方で、あ、こういう弾き方もあるんだとか、かっこよくて、もう本当に一人一人の名ピアニストが今の方たちですけど、ほとんど、はいはい、それ聞くとすごいな、もうなんかこう弾けたらいいなとかね。なるほど。ちょっと研究ですね、それで。ラフマニノフはね、なんか長いでしょ、曲すごい。曲長くないですか？ピアノ協奏曲は30分ほどですね、3楽章。ですね、そうでしょ？そうです。こうね、こうまだこう、なんていうかな、なんかこうすごい難しいイメージがあってね。はい。こう、いや本当にこう分からなくてね、聞いててね。これを皆さんはどこを楽しんで聴いてあるんかなとか、なんかそういう視線で見てしまうというのかね、なんかこれをこう純粋にこう楽しむっていうのはどういうことなのかなとかね、すごいこう考えるんですよ、あれをラフマニノフの曲聴いたらね。あの第2番のピアノ協奏曲第2番、あの浅田真央さんがフィギュアスケート、はいはい、ああはい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 、あの有名な曲です。あれでもやっぱり、はい、ちょっと聞きづらいなっていうか、そういう聞きづらいというのかね、そう、なんかこう難しいイメージがあってね、なんかこう何なんでしょうね、なんかこう難しく、もっとね、こう単純にね、なんかこうそういうイメージがあってね、けど、うん、あのイメージだけじゃなくて、はい、あのちょっとわからないメロディーみたいな、ですよね、やっぱり。そうですね、現代音楽にも近づいている1900年代の初めの音楽なので、うん、ラフマニノフ、はい、やっぱりもう本当にジャズとか現代とか、うん、そうですね、現代の音楽に近づいている感じの、はい、というところもありそうです。こうなんか単純にこうモーツァルトを聴いて、はい、なんかこう心がこうウキウキするなという感じじゃなくてね、なんかこうなんかこうなるほど、そうなんですね。もう聞くたびにね、すっごいなんかでも壮大じゃないですか、なんか曲がね。あの壮大ですよね。で、まあ、壮大ですね。深みがあるし、うん、深みが、そうそうなんですよ。そうなんですよ。大人の音楽ですね。そうですね。大人の音楽ですね。そうですね。あ、今そのちょっと第2番の、はい、全楽章を、はい、あのコロナが入ってから聴いてます、はい、練習して。コロナラッキー、コロナコロナラッキーなんかそういう感じで、なるほど、から練習を始めて、はい、いるようになってきて、修学賞まで最後までなんとか行ったんで、あ、そうですね、ちょっとラッキーでした。ああ、ラッキーでしたか。はい、家にちょっとやっぱりこもってたので、お買い物とか行けなかったんで、あんまり。ああ、なるほどなるほど。伊藤さん、こうやってねリモートでされるのは初めてなんですか？初めてです。おー、すごいね。え、ちょっと昨日あのちょっと試しでリハーサルしましょうということで伊藤さんとすごい、なんかご迷惑をおかけした。いえいえいえ、あの、うん、なかなかね繋がらなかったんですよね。4時間4時間すいませんでした。いえいえいえ、あの本当に繋がらなくて、パソコンが壊れて、おかしかったんですよ、1台目。はい。で、あ、ちょっともう1台ある方に、主人が変えたら、はい、変えてやってもらったら、はい。時間かかった。よ
よかった、もしかしたら今日できないんちゃうかとかね、ちょっと一瞬こう、よぎりましたけど。私もギリギリまでちょっとギリギリでした。はい、入ってたのが、今日も。ああ、今日、そうですね。よかったです、入れて。よかったです。すいませんでした。いえいえいえ。またね、ぜひとも機会がありましたらね、はい、またうちのチャンネルでも、ぜひまた演奏していただけましたらと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、今日の様子はね、私のチャンネルからもまたアーカイブの方で配信しますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとコメントを言います。ヨーコハコさんから、体もごつくてお人柄もいいですよと。これはですね、漁師さんのことだね、さっきね。ヨーコハコさん、ラフマニーノフ2番大好きですと書いてます。そうですね。ハッピーさんから、聴き比べて同じ譜面とは思えないですよねと。うん、そう、本当にそうですよね。そうですね。ヨーコハコさんから、マオちゃんを思い出しますねと。ラフマニノフ華やかで好きですと。でハッピーさんから、ライトニングさん、漁師さんは上手ではないけど心に来るものがあって感激しますと。でハッピーさん、伊藤さんの演奏楽しみですと。ありがとうございます。ちょっとねえ、なんかプレッシャーになりますね、なんか。そうですね。嬉しいですね。そういうお言葉いただくとすごく。そうですね。陽子さんから、ワクワクドキドキします。伊藤さんの演奏嬉しいですと。ありがとうございます。ライトニングさんから、ハッピーさんとても良かったですね。プロの方が聞いたらまた評価が違うのでしょうけど、心にグッとくるものがありますね。ボンさんから、ラーカンパネラ、小一の女の子やマッチョな方が弾くバージョンは聞いたことがありますが、伊藤さんバージョン楽しみです。ありがとうございます。結構あれですね、皆さん知ってはるんですね。そうですね、YouTube でいろんな方弾いてらっしゃいますね。そうですね。はぁ、ということでございます。今でちょうど今もう30分。そうです。もう30分経ちましたので、はい、ではでは。演奏タイムと行きましょうか。よろしいですか。わかりました。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。じゃあ、曲目をご紹介していただきまして。はい。はい、お願いしてよろしいですか。3曲続けちゃっていいですか。あるんですけど。そうですね。じゃあ、1曲ずつ行きましょうか。はい、わかりました。はい。1曲目は、モーツァルト作曲のキラキラ星の演奏曲を。演奏したいと思います。はい。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。それではお願いします。では演奏タイム行かせていただきます。
素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございました。こうやっぱりこうモーツァルトって感じですよね。なんか感じされましたか、やっぱりなんかね、華やかなね、こう感じがしますね。あ、そうですね、明るくて楽しい、そうですね、ね、こうなんかこうカツラをかぶって演奏されてるようなこうイメージが見えました。あ、嬉しいですね。あ、嬉しいです、はい、言っていただけるのがなんか一番嬉しいですね。こなんか素敵、素敵ですよね、やっぱりね。あ、何ですか、素敵な曲ですよね、やっぱりね。そうです、あのモーツァルトもすごくあの、うん、素敵な曲いっぱいありますよね、はい、モーツァルトなりのやっぱり独特な個性っていうか、私もすごい好きで、うん、CD もよく聴いてるんですけど、はい、あ、ピアノ協奏曲とか、はい、はい、そうですね、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとコメントを言いますね、はい、パパイヤさんからこんにちはと、ハッピーさんからパチパチパチと来てます、ありがとうございます、和子さんから豪華なキラキラ星、素晴らしいと、ありがとうございます。でハッピーさんからもキラキラしてたと。ありがとうございます。ボンさんからもパチ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 と。ありがとうございます。横箱さんからもパチ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 、ありがとうございましたと。嬉しいです。ということでございました。嬉しいです。はい。続けて、ではお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。はい。
素晴らしい。ありがとうございます。いやー、やっぱりでも、すっごい難しそうですよね、やっぱり。そうですね、難しいですね。ですよね。はい、いやー、あれですか、アンプされてはるんですか？アンプは全部、あ、そうですね、人前で弾くときはなるべく全部したいと思って。あー、いやいや、すごかった。すいません、ありがとうございます。素晴らしい。自分のランカンパネルしか弾けれないですよね。はい、もう誰かを真似して弾こうなんて絶対できないんで、はい、今ある全力でやるしかない。いやいやいや、やっぱりね、いや、そう思いますよ、本当に。あ、そうですか。こう、やっぱり弾き手によってね、はい、こう、やっぱり表現の仕方って違ってくると思うんですよね、やっぱり。そうですね、本当に、うん、はい、やっぱりこうすごい伊藤さんのカンパネラ素晴らしい。緊張しますね、やっぱり。はい、初めてなのでこういうところで演奏させていただくのはなんかステージとまた違うので、はい、また違うところがあります、本当に。はい、あのコメントを読みます。はい、カズさん、カズくんさん、パチパチ、あ、皆さんパチパチパチですね、もう。ハッピーさんもパチパチパチ。ヨーコさん、パチパチパチ、素晴らしい、ブラボーと。ハッピーさんも素晴らしすぎます、ブラボーと。嬉しいです。ピーローさんもすごいと。ありがとうございます。カズカズさんから贅沢な時間をありがとうございますと。ありがとうございます。ボンさんからすごい、指が見えない。音響設備の整ったホールで弾いてみたいですと。ああ、そうですか。ありがとうございます。はい。ということで、コメントをいただいております。嬉しいです。結構いい、なんか響きがいい感じですよね。普通のお部屋ですか？聞いてはるの。ここですか？はい。ここ、お家のリビングですね。リビングに置いて、この部屋に合った音量にしております。はい、これ別にパソコンもね、はい、なんかその外部マイクを立てたり、いいマイクを立てたりしてるわけじゃないですよね、別に。普通の。あ、そうです。ですよね。けどパソコンのマイクではなくて、うん、はい、取り付けるちょっと細長いマイクが、あ、なるほど。すいません。あ、違う。すいません。普通のパソコンの外部マイクかな。あ、
普通のあれかな、はい、何もつけてない感じですかね。はい、そうです。何もつけてないです。いわゆるノーマルな感じ。あ、そうですね。ああ、はい、そうそう、よくいいね、いい音で聞こえますね。ね、あ横さんから、素晴らしい、感動いたしましたと。横さん、お金出さずにごめんなさいって言いたくなります。ありがとうございましたと。嬉しいです。ありがとうございます。すいません、もうお金も出さずに、もう私の。なんか出演させていただいて、皆さんにね、あの聞いていただいているっていうだけで、はい、私も嬉しいんで、本当にお言葉いろいろいただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい。それでは続きまして、次がオリジナル曲になるんですかね。もう一曲ありましたっけ。私が作曲しました愛の灯火という曲を、はい、ちょっと短い曲ですけど演奏させていただきたいと思います、はい、これが最後になるんですかね。これが最後の曲です。あ、今日ありました。それでは本日最後の曲になりますが、お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、オリジナル曲を。おえ、これ テーマはどういうイメージの曲なんですか。題名が愛の灯火なので、はい、あの 人のなんていうの、心の中に愛の灯火は絶対ちっちゃくてもあると思うので、はい、それを持っていればやっぱり人と人がくっついても、はい、いても離れていても、はい、その炎がやっぱり思いがあれば、はい、人の思い出、こう愛の炎となって大きくなって、ね、温かい愛になるっていうことをちょっと表現したかったんですけど。なるほど。というイメージです。うん、なんかね、こう、なんていうんかな、最初にね、東北のね、復興ソングがあったじゃないですか。わかりますか。わかります。はい。花笠です。あ、そう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 。なんかそういうイメージかな。私が聞いた感じではね。そうですか。はい。ああ、そう。それの前に作品したんですけど。はい、あ、なるほど。私、イメージとして違うイメージちょっとありまして。はい。ジョージ・ウィンストンさんの、はいはい、あの、秋っていう曲があるんですけど。はい。そういう感じの、ジョージ・ウィンストンさんのイメージですね。ピアノ曲の。なるほど。あ、でもね、すごいね、こう、温かい、こう、うん、感じになりましたね。そうですか。はい。あ、よかったです。いや、このね、このほら、今の状況あるじゃないですか、コロナのね。はい。うん、なんかこう、いよいよ、ね、そういうのがなくなってきて、はい、いや、これから頑張らなあかんな、みたいな、そういう思いに、鳴らしていただきましたね。あ、そうですか。はい。あ、よかったです。もうなんか、そういうふうに言っていただくと、やっぱ本望なんで、それが一番。
いやいや、本当に、ね、ありがとうございます。ちょっとコメントを言いますよ。カズカズさん、ヤスさんとユキコさんのつながりが信じられないくらいです。まあ、まあそうですね、ちゃんとね、お話ししたことはなかったんでね。そうです、話したかったです。はい、ですね。ハッピーさんからカズカズさん、汗マークと。ヨコさん、ヤスさん、こんな素晴らしい方とお知り合いなんていいですね。ありがとうございます。ハッピーさん、愛の灯火、ハートマークと。カズカズさん、パチパチパチと。ヨコアコさん、素敵な曲に癒されました。ピーロさんからもパチ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 、素敵すぎです。カズカズさん、心安らかになる曲ですね、と。で、ハッピーさんから感動。感動、泣いてるマークです。ボンさんから、ラ・カンパネラのような力強い曲もいいけど、優しさに包まれる気持ちになりますと。ピーロさんから感動しましたと。ヨーコさんから優しさあふれる曲ですね。巡り合いという曲も思い出されましたと。巡り合い、はい、巡り合いのイメージもちょっと私、巡り合いも好きなんで、はい、そうですね、そのイメージもちょっとあると思います。あ、なるほど。なるほど。でハッピーさんからいろいろな風景が目の前に広がりましたと、はあ、いうことでございます。はい、皆様からメッセージいただいております。嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。ですね、じゃあもうそろそろね、まあ、1時間になるんですけども、はい、どうでしょう、何かコメントかメッセージかございますか。今ね、今ちょうどね、今17名の方がね、今見ていただいております。あ、そうですか。はい。メッセージ、あ、そうですね、はい、皆さんに本当、私のなんかの演奏を聴いていただいて、本当に嬉しく思います。長野から演奏させていただいたんですけど、いろんな県の方、大阪の方聴いていただいていると思いますが、はい、コメントもすごく嬉しくて感動しましたし、またなんか精進して、ピアノで精進していきたいという気持ちになりましたので、はい、皆さんに本当に感謝しております。ありがとうございました。素晴らしい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、こういう機会でね、たくさんの方と対談ライブをさせていただいてるんですけども、はい。まあね、私はピアノはね、すごい好きでね、こう、なんか、ピアニストの方をね、こう、いろいろ考えてたんですよ。あ、で、ちょうどこう、伊藤さんのね、Facebook 拝見させていただいて、まあ、ちょっとダメ元でお願いさせていただきました。いや、本当にでもね、心よくね、もう引き受けてくださってね、いや、本当嬉しい限りですわ。私なんかにちょっと申し訳ないですよ、声かけてもらって、私なんかでいいのかなって思っちゃって。いやいやいや、こういう方が出演されてますよね、ヤスさんのテレビチャンネル。いろいろなね、いろいろな方が出演されておられますが、なんかもう長野県に住んでる本当に普通のピアノ弾く、いや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 、そうですけど、ただの人ですけど、ありがとうございます。ぜひまたね、出ていただきたいと思いますので、ありがとうございます。まあ、私のね、ヤスさん TV の方でもまた結構ですし、またトビロチャンネルからでも全然またお願いしたいと思いますので。わかりました。またこれを機に、はい、ぜひぜひ。こちらこそ嬉しいです、はい、ね、まあ、またサッカーのお話もまた、はい、ね、またサッカーの話もしましょう。またはい、お願いします。ちょっとコメントをじゃあ読ませていただきましておりますね。ヨコハコさんから、コンサートが開催されましたら行きたいですと。あ、嬉しいです。鹿児島にもぜひいらしてくださいと。ありがとうございます。行きたいです。あ、ボンさんからね、ボンさんからアンコールってありますけど。アンコール分かりました。アンコール何でもいいですか。なん行けますか。はい。いきなり来てびっくりした。ありがとうございます。どうしようかな。はい、じゃあちょっと演奏させていただきます。あ、はい、じゃあもう、ショパンの、はい、ノクターンの第2番を。あ、はい、ちょっとお時間が入っちゃうかもしれないです。あ、わかりました。お願いします、はい、お願いします。
ください。ありがとうございました。ありがとうございました。アンコールにお答えいただきまして、恐れ入ります。あ、いいですか、こんな感じで。大丈夫です。おー、すいません、いきなりは急な振りで。恐れ入ります。はい、コメント読ませていただきます。ハッピーさん、こちらこそありがとうございました。癒しと勇気をいただきました。いつか生で聞きたいですと。その日を楽しみにと。ようこさんからまたぜひぜひ演奏をよろしくお願いします。鹿児島すごくいいところですよと。ハッピーさん、アンコールと。パチパチパチと。ようこさん、この曲大好きでよく弾いてましたと。ハッピーさんから、ようこはこさん、私も弾けないけど大好きな曲と。カズカズさん、素敵です。優雅な気分でお紅茶飲みたくなりますと。ハッピーさんから、カズカズさん、窓辺でお紅茶いただきたいわと。ハッピーさんねーと。そういう気分でなっていただいてよかったです。ハッピーさん、心が整いますと。で、ボンさんから、昼下がり白いテラスで小鳥のさえずりを聞きながら紅茶が飲みたくなりましたと。ありがとうございます。ようこさんから、パチパチパチありがとうございました。カズカズさんからパチパチパチ心が潤いました。ありがとうございましたと。ということでございます。はい。それではですね、今日は1時間、ピアニストの伊藤由紀子様と、今日はトークライブということでさせていただきました。はい。またね、引き続きトークライブは行ってまいりたいと思いますので、はい、また、伊藤様にまた、よろしければご出演をまたお願いいたします。よろしく、こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで、今日は1時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、もう本当にね、もう素敵な演奏で、もう嬉しかったです。ありがとうございます。いつも嬉しいです、そんな風に言っていただいて。ということで、このままトイロチャンネルからの方も、こちらの方へまたアーカイブで見れますし、また私のチャンネルからもね、こちらの動画また上げさせていただきますので、はい、またよろしくお願いします。伊藤さん、またトイロチャンネルの方で、また URL 送りますね、またね、動画の方でね。よろしくお願いいたします。はい、またこのコメントも読めると思いますので、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ボンさんから、みんな紅茶、わらわらと書いてます。ヨコさん、優雅なひとときを本当にありがとうございました。カズカズさん、ボン、お紅茶よと。おつけてと。お紅茶か。入れて差し上げたいですね。コメントいただいてますね。このカズカズさんとボンさんという方なんですけど、はい、ね、ご姉妹の方なんですよ。あ、そうなんですね。そう、ご姉妹の方で今ね、ご覧いただいているとあいうことでございます。そうですか、ありがとうございます。はい、ボンさん、素敵な時間ありがとうございますと。ということでございました。はい、じゃあ今日はね、この辺で終わらせていただきたいと思います。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、またよろしくお願いします。ハッピーさんからありがとうございます。思いがけず素敵なひとときを過ごさせていただきましたと。本当ですよね。なんかこう心がね、こうなんていうのかね、心穏やかになれたというのか。そうですか、ね、いやー本当です。もう嬉しい。ありがとうございます。はい、また本当に演奏させていただきたいです。はい、いろんな曲ちょっとレパートリーあるので。わかりました。はい、お願いします。お願いします。はい。はい、ということで、今回はこちらで終了させていただきます。はい、ではそれでは皆様ありがとうございました。はい、ではまたお会いしましょう。伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さようなら。はい、失礼します。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。